この番組は現役のエンジニアが最新テクノロジーのトレンドを語る聞くだけでちょっとギークになれるそんな番組です、はい、今日のテーマはですねなぜリモートワークが定着しないのかというテーマでお話をしたいというふうに思いますえっ、ー、とですね6月になってですね都内の方でも緊急事態宣言が解けてですね 多くの企業がやはりリモートワークをしていたんですがだん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 普通の出社するという体制に戻していくという傾向が見れています6月の1週目になると早速満員電車というものが復活したということがツイッターとかのトレンドを利用されていてこのままいくとまた第二波が来そうなんじゃないかというところでなんでテレワークを続けないんだという話とかが出てきています。 えとまあ、あの緊急事態宣言が出ていた頃はですね都内でも約6割近くの企業が、えー、そのテレワークを実施できていたとで地方でもですねおよそ3割ぐらいはできていたんじゃないかというふうに言われているんですが、えーまあ、これほどまでにですね急激に日本でもテレワークというのが一気に広まったんですが、えー、なぜかやっぱり。えー またいつも通りの生活に戻ってテレワークを続けられないという実情が今来ていますで、なんでですねこのテレワークが続けられないのかというところをちょっと今日はそれを真剣にちょっと考えていきたいというふうに思ったんですけどもえっ、ー、とまずねまあ、人間なんでその満員電車とか乗りたくないっていう人は非常に多いと思います えー、わざわざ、ねそのそのまあ、テールワークをしてみて、えー、まあ毎電車に乗れなくていいっていうのもあるんですが、えーまあ、会社に行かなくていいということ時点で、かなりの、えー、と生活的な楽な場面が、えー、いろいろ見てきたというふうに思います。えーまあ、行かなくていいということで、えーまあそう、電車に乗らなくていい、車に乗らなくていい、まあ、移動しなくていいということですね。えーまあ これ、都内だけでもなくてもですね、地方に住んでいて,てもですね、通勤に車で行きだけで1時間往復で2時間かかっている人というのは数多くいる中でですね、まあ、この時間がなくなったとっいうのは非常にメリットがあったというふうに思います。であとはですね、まああのまあ、これ、皆さん感じていたと思うんですが、えー、と洋服ですね、うんあの、スーツも着なくていいですし、まあ、自分が好きな でで仕事ができると、まあ、多くの人はおそらく寝負けのままやっていたりとかしてるんじゃないかなと思うんですけどまあそういったコストも変わらないとであとは何ですかね顔はあると思うんですけど、えー、と髪の毛をセットしたりとかですねまあ、女性の方であればお化粧とかそういったことをしなくてもいい、まあ、この辺りは非常にメリットがあったと、えー、メリットを感じていた人は多かったんじゃないかなというふうに思います。でででそんんなな中す テレワーク続けられないか。まあ、これ、多くの人がですね、いやいや、自分たちは続けたいんだと、続けたいんだけど、会社が就社しろというので、えー、就社しますよって言うとは思うんですね。うん、なんですが、えー、と僕は多分そこが本質じゃないかなというふうに思っているんですよ。うんでうん、多くの人はまあ会社の方針だから仕方ないというふうに、えー、まあ表面では言うんですけど、えー、まあなんだかんだですね、えーとまあ その出社することにあまり抵抗感を抱いていない人が多いように僕は見受けられています。で、これって何なん何でなんだろうなというふうに思ってたんですが、お、え、そ、っと、らくなんですけども、やっぱそのテレワークをすることによってです、ね、まあ、テレワークでは満足度があまり得られなかったというのが非常に大きいところかなというふうに思ってます。うん、満足度ですね でこの満足度って何かっていうと、まあ、働いていると,、まあえー、と、満足度って非常に大事なことだと思うんですよ。モチベーションに、モチベーションっていう言葉でも言いますけども、やっぱりあのテレワークをすることによってですね、その満足度が落ちてしまっているというのが非常に問題だというふうに思ってます。で、この満足度を保つためには、えーまあ、どうすればいいのかっていうところなんですけど、まあえーとまあ、相当のですね、その会社、 に対して、ね、貢献しているという感情、うん、貢献している感を感じる必要が僕はあるというふうに思ってます。ただ、えー、と多くの人が、まあ、多くの会社で多くの人がですね、それを満たすのは、えー、と結構難しくなっているんじゃないかなというふうに思ってます。えー、と、まあ、世間ではですね、そのリモートワークをやることによってですね、えー、と、まあ、使えない社員とか、実はいらなかった社員とか、うん。 まあ、これ非常に言い方悪いですが、えー、やっぱりそういった人たちが浮き彫りになったっていうのがケン、えー、ではよく言われていましたが、やっぱ僕もそれをやっ、えー、とテレワークを続けていてそれは感じました。えーとまあ、社内にいればですね、えーとまあ、ちょっと偉い役職がついている人は、まあ、そ,れそれなりに、えー、と顔が広くてですね、顔が大きくですね。うんでえーまあ えと存在感というのを示せていたんですがやっぱテレワークとなるとですね、えーとまあ、完全にもうこれは実力主義になると、うん、あの実力があってでアイデアが出せるというか、まあ、課題解決ができる人だけが、えー、オンライン上のツールで、えー、発言をするということになってしまいますのでなかなかです、ね、そういった人たちが、えー、と表に出てこれなくなると、うんまあ、多分そうなると会社に行っていれば なんとなくその場で存在感を示していて、貢献している感というのを感じて、その満足度というのを保てていたというところだったんですが、やっぱこのテレワークをすることによって、そこがなかなか難しくなっていくと。うんまあ、これは全体的なその合理性で考えると,、えー、と、それはいいことなんですね。うん、そこの合理的ではなかった。あまり貢献していない人が浮くぼりになったということは、えー、いいことだとは思うんですが、まあ、それによってですね、えー、と まあこういったテレワークがえっと浸透しないその理由になってしまったら意味がないというふうにえ僕は思っています。えー、まあね、あの、た、まあ、多分この満足度を得られなかったって人が、えーとまあ、テレワークでなくなりましたってなった時に、えー、心のどこかで、うんまあ、それを求めていたっていう、うん、会社に行って実は、えー、と会社に行ってですね仕事をした方が満足度が高い、えー、その方が実は働く上では幸せだったっていう人が、まあ、多くの多くの えーまあ、もしかすると8割ぐらいの人がそういった、まあえーとまあ、頭では、ねうん、あのリモートワーク良かったなとは思ってるんですが本能的にその出社して、えー、集まって仕事したいという思いがあったんじゃないかなというところがあって、えー、そういった思いが、まあ、あんまりその反,なんだろう反対意見ってあまりないじゃないですか、えーとまあ、一部の人がそのなんでテレワーク続けないのと でテレワークを続けない企業ってどうなのみたいな話はよく聞くんですけども、それって僕、あの世間の、多くの世間の人の声ではないというふうに思っています。本当に一部の人で、今回、この満足度の話をしていますが、この満足度をテレワークでも感じれる人がそれを言っていると。うん、つまり、さっき8割ぐらいの人は、えー、本能的に出社して集まりたいというふうに思っていると言っていますが、多分1、2割の人がテレワークによって、まだ満足度を えー、得られていたそういった人たちが行、えー、っているだけなので、うん、1割ぐらいの人が行っているだけではそれほど、えーとま、世間を動かすような力にはなっていないだから、えーまあ、もう当たり前のようにもうテレワークをやめて、えー、出社をしてしまうという、えー、この企業さんが増えているんじゃないかなというのが、えー、僕が考えた、えー、そのなんでテレワークが、えー、定着しないのかという、えー、本質になります。 えーまあ、皆さんどう、これを聞いてどう思うか、えー、ちょっとわからないところもあるんですけども、えーとまあ、合理的に考えたら、ね、あの絶対テレワークを続けていった方がいいに決まっているんですよ。で、まあ、当然、ね、そのコロナウイルスが、えー、この先、えー、どうなるかわからないといか、まあ、少なくとも1年2年はつ続いていくというところで、えー、もうこのリモートワークというのを定着させていかなければならないという。 事情ももありますけども単純にですね、まあ、合理性で考えたら、えー、絶対このリモートワーク、テレワークで、えー、事業が継続化していくような体制にしていく方が、あのー、事業として、企業として、えー、絶対に合理的なんですよね。うんまあ、これ考えてみれば絶対分かるんですけども、えーまあ、こういったね、うん、やっぱ、うん、僕も感じますよ、当然。あのー、人と話している方が えとな,んかなんか仕事した感になるんですよあのリアルで話してる方が、うん、なぜかね、うんまあ、そういった気持ちも分かるんですけども、まあ、そこで、えー、ちゃんとですね、うんあのまあ、リモートワークテレワークでもそういった満足度が、えー、ちゃんと得られるような仕組みにするっていうのは非常に大事なことかなというふうに僕は、えー、今回の頃で、えー、テレワークをしてみて 感じたことになります、はいまあ、こういった満足度をどうやったら得られるかっていうところを追求していくことによって、このテレワークの定着というのがどん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 もっと早まっていくのかなというふうに思ってですね、僕もいいアイデアないかなと、まあ、なんかこういうサービスもしかしたら出てくるかもしれないんですけども、ちょっとここは追っていきたいなというふうに思いました。はい、皆さん、ん満足度が得られる方法なんかあればですね、ぜひ教えてほしいなというふうに思います。はい、今日は なぜテレワークが定着しないのかというお話をさせていただきましたまた面白かったら聞いてくださいそれでは